どうも、くまきょん音楽チャンネルです。本日はこちらの名曲やっていきたいと思います。リクエストいただきありがとうございます。まず登場コードはこのようになっております。極力初心者の方向けに簡単なコードでやらさせていただきます。 E7 は E にしていただいても構いません。でもそういったこともよくわからんっていう方はですね、普通にこの表記通りのコードをまずは覚えていただければなと思います。ギターっていうのはいくらでも応用が効きますので、まずはギターという道具自体に慣れることから始めていきましょう。そのためにもこのコードたちは役に立ちます。そして右手の話をしていきます。こちらいろいろ合うストロークがあるんですけれども、初心者の方におすすめなのはこれです。ということで、ダウンを2回やるってことですね。ダウンっていうのはジャラーンってやるやつなんですけど、これをジャーン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 っていう風にやるということです。 AAAAA、その後 F シャープマイナー、 F シャープマイナーで DDD7E7AAAAA という繰り返しだけでこの曲は弾くことができます。なので初心者の方はまずこれを覚えていただくといいんじゃないかなと思います。でちょっと慣れてきたなっていう方はリズムをさらに刻むためにも音を短くするのがおすすめです。つまりこうです。ということですね。はい、やってることはまあ同じなんですけど、それを右手の腹を使って音を止めてるんですね。こうやって弦に触れてあげればこの振動を止めることができるので音は消せるってことですね。はい、でこの後にポンってやってあげるとよりっぽくなってきます。つまりはいっていうことですね。このトンっていうのは僕はこの下の部分を中指でってやってます。別にどこをやってもいいと思います。つまりってやってもいいし、こういうリズムがあるだけでぐっと抑揚つきますよね。あとはなんか歌いづらいなっていう方はですね、このストロークがおすすめです。つまりカツカ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 というストロークですね。これ歌いやすいと思います。この流れのままでいけるのでね。あとはこのストロークにタンツカを加えることによってより抑揚がつけやすくなります。例えばこれです。はい、これです。タンツカタツカカタンツカタツカカタンツカということですね。まあ、こういうのも慣れてきたらやっていただくといいかなと思います。つまり一つの曲を取ってみてもいろんな弾け方があるっていうことですね。千里の道も一歩からですので、まずは一番最初に紹介したダウンの2回これを練習していただくといいんじゃないかなと思います。ということで、他にもわからないこととあればオンラインレッスンやってますのでお声掛けいただけますと幸いです。皆さんのギター上達心から応援しています。それでは最後にお手本弾きどうぞ。And the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just alone, if you stand by me.ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。